はい、超駅太郎です。昨日のこの松本人志さんの裁判、松本人志さんが起こした原告としての民事訴訟、ね、第一回口頭弁論、びっくりしましたね、内容。えー、松本人志さんの代理人によると、この A 子さん B 子さんの氏名、住所、顔写真を公表しろと。で、公表っていうか、あの、差し出せと言うんですね。あ、私はびっくりしましたね。松本人志さん、この A 子さん B 子さん、誰か分かってないんだ。ねえ。 そういうことなんだ。いや、あるいは、ある程度分かってて、脅しの意味で言ってるのか。で、これ、松本としさん、用語派の人は、拒否ってるから勝ったよねって、拒否ってるじゃなくて、それ分かってないというやつを出す理由がないんですよね、これ。わざわざ。 あの、松本磯さんが、なんかあの、ゴゴスマで、えっと、芸人が、吉本の芸人があの、あの、嫁さんだか奥さんだかが言ってて、もう松本磯さんが出れなくなったから損失で、お笑いができなくてどうのこうの、こんなに一人の人間をって言うけども、この、あの、エ子さんだってものすごく誹謗中傷を受けてるわけですよ。自宅も特定するぞって言われて脅されてるっていうことを言ってるのにも関わらず、これをそっち側に出す理由はないじゃないですか。 そもそもこのことをこうやって言って、訴訟、名誉毀損というふうに文春を訴えて、まあ、だから A 子さん B 子さんを訴えれないのは誰か特定してないか、できないからですよね。人物が特定できてないから訴訟できなかったっていうことだと思うんですよ。うん。だから当然、示談も話し合いもできるわけもなくっていうことでしょうね。いや、それ田村健一さん分かってないんですね、きっと。 まあ、これは田村健治さんじゃない。小沢さん。小沢さんに聞けばいいじゃないですか。小沢さんに聞けば分かるけど、小沢さんとね、人間関係が構築できてないってことかな。うん田村健治さんじゃないね。小沢、小沢さんと、スピードワゴンの小沢さんと話ができてないってことなんでしょうね、これ。聞けば誰か分かるじゃないですか。小沢さんマターなんだ、これ。小沢もやってるって言ってるんで。だから、ここがおかしいんですよ、そもそも。だから。 だから、その名誉毀損。だから、分からないから、事実無根だって言ってるし、名誉毀損だって言ってるんですよね。なるほど。うんうん。そういうことか。じゃあ、これで分かってって、初めて、誰か、えー、証人尋問で来て、顔を合わせるというか、そこで初めて分かるんでしょうね。こんなふ、無茶、不利な、な、これは、松本さん不利なんじゃないですか、これ。これで松本勝ったっていう風だったら、裁判のことは分かってないと思いますよ。だって、起こしたのは、 松本さんなんですよ、これ裁判を。で、文春側は徹底的に戦うって言ってるわけです。当然、文春側の証人として、英子さんが出てくるわけですよ、この家中の。はい。その時に、事細かにこういうことがありました、こういうことがありました、こういうことがなりましたっていうことは、ごてごてになるわけですよね、松本さんとしては。攻め手がないんじゃないですか。何がどうあったかわからないんで。 よくこれを事実無根とか、いや、記憶にないからやってないってことなんでしょうね。もう忘れちゃってる。だから、数がありすぎて、誰が誰だか覚えてない。一回こっきりのことばっかりやってるからですよ。こんなことやってる、そんな、身から出たサビじゃないですか、これ。ねえ。そう思うのが普通なのに、はあ、これをまだ徹底的に擁護していくっていうか。うん。で、今、 こういう、こういう形で、性犯罪、性被害っていう刑事事件においても、えー、被告人と被害者は会わないでやるっていう方法を取られて、えー、訴状にも、基礎状にも名前を出さなくなってるってことが分かってないですね、この人たち。本当に怖いわ。本当にこの性犯罪っていうことは何も分かってないで言ってるなって。そういう本当に、なんかセカンドレイプって言うと、うわセカンドレイプって言って言うかも、本当にそういうことを、 するんだなっていうことが、いや、男性のこの頭の思考っていうのはびっくりしましたね。そういうことが、もう、刑事、あの、裁判所では進んでいて、そういうことがないように、法律も変わって、え、不同意成功、あの、被害届をなくても、それが犯罪として立件できるっていう方向になっていて、被害者の名前も出さなくてもいい。基礎上にも打たなくていい。本来は、 名前が分かってないと裁判を起こせなかったんですよ。そういう風になってるんですよ。なのにこの民事裁判のこのボケた弁護士、すごいな。えあの、懲戒くらった弁護士ですよね。けんあの、ねえ、ケンジで、なんか、ヘマした人ですよ、ね。いや、バカ、すごいな。いや、脅しな、分かって言ってんだな脅しなんだよね、これ。そんなの拒否するに決まってるじゃないですか、そんなの。 いや、開示しなきゃいけないものなら開示させるね。職権を持って裁判所の命令でやればいいけど、そんなこと裁判所は絶対言わないですよ。いや、本当にすごいなと。驚きです。以上です。